観光地阿蘇の PR 活動に役立てようと作られた観光宣伝ラッピングカーの出発式が8月6日水曜日に阿蘇市役所本庁で行われました。この車は阿蘇市と阿蘇市観光協会が協力して作成したもので、車内にはパンフレットのほか観光名所を映像で見ることができるモニターなども設置されます。インターネットを使っての観光案内も可能な移動型の観光案内所として、これから阿蘇市外のイベントなどに出向き、さらなる PR と観光客の誘致を図ります。